ヴァイルブルクはドイツ連邦共和国ヘッセンシュー議院占領政官区のリムブルクイコールヴァイル軍に属する市である。本市は州認定のルフトクアウォルトである。ベスターバルトとタウヌス山地との間に位置する、この町の人口は12,973人でリムブルク、アンデアラーン、バートカムベルクに次ぐ、軍内で3番目に大きな都市である。バイルブルクは数世紀にわたって、 現在のルクセンブルク対抗家の祖先であるナッサウ家系貴族の宮廷都市であった。ナッサウ・バイルブルク家の当主たちは、現在この町の景観を決定づけている上官と、それに付属する庭園を作り上げた。上官協会の描所にはこの漁師家の聖員の墓がある。ラーン川の打工部に建設されたバイルブルク旧市街。バイルブルクはベストアバルトとタウヌス山地のラーンタール。 バイル川が、ラーン川に注ぐ合流点の上流部に位置している。ラーン川は、バイルブルク市内を蛇行しながら流れている。近隣の人口5万人以上の都市としては、ヘッセン州のベッツラー、ディーセン、バートホムブルク、ビースバーデン、フランクフルトアムマイン、ノルトベストファーレン州のジーゲン、ラインラントップファルツ州のコブレンツがある。中核式その楽しく、バイルブルク市は、北は、 メーレンブルク及びレーンベルク、東はブラウンフェルス、南はバイルミュンスター、バインバッハ及びルンケル、西はベーゼリヒト境を接している。人口の約40%が住む中核市区の他にアーハウゼン市区、ベルムバッハ市区、ドロンマースハウゼン市区、ガウデルンバッハ市区、ハッセルバッハ市区、ヒルシュハウゼン市区、ヒルシュホーフェン市区、クーバッハ市区、オーデルスバッハ市区、 バルトハウゼン区が地域に含まれる。バイルブルク周辺で最も古い時代の定住地跡とされているのが、オーデルスバッハ近郊ショイエルンベルガーコップフのラ・テーヌ時代の遺跡である。バイルブルクは、906年に、プルム修道院のレギノ委員長の年代記に要塞名、ワイリー・ネバーチとして、初めて文献記録に登場する。その六年後に、コンラート一世は、九百六年に、 フリッツラー・キン・公でのバーベンベルク家との戦いで、亡くなった父をこの要塞に埋葬し、セーバル・プルギス制度参事会が創設された。横領近くの山の上に位置する、この施設は、近隣を通る、交通路である、ラーン川、フランクフルト・アム・マインからケルンに至る、ホーエシトラーセ及びフランドルからボーヘミアに至るビア、プブリカを制御することができた。918年に、 こんな後一世がこの町の死の床で最強の敵であったザクセンコハインリヒに帝国の表彰を届けるよう弟のエイバーハルトに言い残したことでワイリーネバーグは歴史的重要性を獲得した。993年から1062年まで三次会と都市は徐々にボルムス司教に寄進されていった。ボルムス司教は1225年頃に領主権を ナッサウケに仕入れした。ナッサウケは1294年に最終的にこれを購入し、1年後にフランクフルトと同様の都市圏を授けた。ナッサウディレンブルク白予藩一世は1355年に館を建設し、城を修復し、都市防衛施設を整えた。1359年にラーン川に架かる石造りの橋が建設された。 1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたバイルブルク・カール・マティアス・エルンツとの1787年の版画に描かれたバイルブルク・ナッサウ・バイルブルク・家は何、世紀もの間この街の歴史を形作ってきた。フィリップ三世博は古いコンラディン家の城塞を取り壊し、1535年に北方ルネサンス様式の四翼式城館を建設した。 ヨハン・エルンツトハ博は上官を拡張し、公園を整備し、都市の外観を変えることでこの宮廷都市を修復して、美化した。バイルブルクはドイツの絶対君主制の小さな宮廷都市が完全に保存された例の一つである。この町は1806年から新設されたナッサウ公国の行政へ都市であった。1816年にビルヘルム公が宮廷をビープリヒに遷途した。 この町は1827年に犯罪史上、バイルブルクの士官候補生殺人事件と呼ばれる犯罪の舞台となった。この事件は150年後に、ベア・バイルブルがケーデテンモワードというタイトルで映画化された。1830年代にこの町にユダヤ教会が発足し、1845年にシナゴーグがオープンした。レンベルクとメレンベルクのユダヤ住民がこれに、 組み込まれ、1922年からバイルミュンスターのユダヤ人もこの教会に属した。1900年の直後にバイルブルクには146人のユダヤ人が住んでいた。これにより、本市のユダヤ系住民の数はピークに達した。1843年にバイルブルクラビカンクが設けられた。このユダヤ教会は1925年まで存続した。 オーバーラン軍全域を管轄し、時には、リムブルク、ディーツ、ハーダマル、ラウブーゼシュバッハ、ルンケル、バイアー、ウージンゲン、ハッヒエンブルク、エラー、グレーベンビースバッハのユダヤ教徒も担当した。バイルブルクは1866年にナッサウ公国全域と共に、プロイセン王国に併合された。ドイツで最も高いハイアレイ一番地の半築建築バイルブルクは、 建築史上、1800年以後土壁の建築で知られている。地方法務官、ビルヘルム・ヤーコプ・ビンプフの着任により、本市及び、周辺の、いわゆるピゼ建築が奨励された。その中に7階建てのドイツで最も高い半築、建築が含まれる。1884年8月にバイルブルク、消防団が結成された。その後、ブラウンフェルス消防団及び、 オーバーラーン消防団と共にビースバーデン行政管区消防連合に組み込まれ、1890年8月3日にオーバーティーフェンバッハで第一回の連合祭を開催した。他のドイツの都市と同じように、バイルブルクでも1933年から国家社会主義が権力を掌握した。それ以前からすでにこの地域の NSDOP は選挙で大きな勝利を収めていた。 民主的な市議会で選ばれた最後の市長、ディフェンハルトは、1933年月に NSDOP の不信任投票によって解任された。1934年1月、大都市の有害であるとみなされた影響から生徒を保護するという名目で、教員養成のための短化大学がフランクフルトアムマインからバイルブルクに移転した。この学校は1939年の改戦により、 閉鎖されたが、1946年にアメリカ占領政府によって教育研究所として再開された。この大学は、ビント法府を校舎として利用していた。1933年12月15日に、プロイセン消防法が交付され、これにより、公共生活における消防の位置づけが新たに行われた。この法律では、職業消防隊と消防団は、 警察特別執行部門と規定され、地元の警察組織の下部組織に位置づけられた。消防団は同時に法的権限を持つ機関として、社団登記簿に登録された。新たに導入された60歳の年齢制限と政治的立場の制限により、多くの指導者が現場から強制的に排除された。1934年4月25日にバイルブルクで、 ナッサウ消防連合の連合大会が開催され、マルクト広場でバイルブルク消防団の演習が披露された。この連合の代表者たちが最後に会合を持ったのは組織をヘッセンナッサウ州消防連合に戻すためであった。1932年にバイルブルクには約90人のユダヤ人が住んでいた。その多くが1933年から1938年までの 間に亡命したり、より大きな都市に移住したりした。ユダヤ人は、1935年にバイルブルク、キルメスの際に家に肌を掲げることを禁じられ、1937年には、上官庭園への立ち入りが禁止された。バイルブルガーターゲイブラッド氏には、アグレッシブな反ユダヤ主義の記事を掲載した。1938年初め、バイルブルクでは、 わずかに二人だけのユダヤ人が会社を運営していた。1938年の排斥運動で、最後まで残っていたオフィスや住居がひどく破壊された。シナゴーグが入居していた建物は、そのユダヤ教会組織が1937年に解消されていたために破壊を免れ、1938年7月に、バイルブルクの商人アウグスト・ハッツフェルトの所有となった。 1940年の公的リストには3件の家屋に15人のユダヤ人の名前が記されている。1942年に最後の一人が絶滅収容所に移送された。国家社会主義の迫害の犠牲者となったバイルブルクのユダヤ人を追悼する記念碑が1978年からユダヤ人墓地に混流された。また、殺害されたり追放されたりした。 バイルブルクのユダヤ人の名前を記した上巻教会南面の粘土版が1988年から設置されている。第二次世界大戦でこの街はわずかな損傷を被っただけであった。バイルブルク駅を標的にした空爆が上巻のオーベレオランジュリーの入り口のすぐ前に着弾し爆発したためその中央部正面が倒壊した。駅舎やその近隣のブリュワリー、 ヘルビヒの住居も被災した。1945年3月27日にアメリカ軍が町に侵攻した際、戦闘により軽度の被害が生じた。バイルブルクの橋はいずれもドイツ国防軍によって爆破された。バイルブルクは1867年にオーバーラーン軍が創設されて以来、その軍庁所在地であった。ヘッセン州の地域再編に伴い、 1974年7月1日に、オーバーラーン軍とリムブルク軍が廃止され、新たに、リムブルクイコールバイル軍が創設され、リムブルクが、軍庁所在地となったことで、バイルブルクは、軍庁所在地の機能を失った。これ以後リムブルガー通りの旧軍役場には、軍行政機関の司書が入居している。バイルブルクは、2005年6月17日から26日まで、 第45回決戦の日の開催都市となった。アーハウゼンは1320年に初めて文献に記録されている。ハウフェンドルフはラーン川とグルントバッハ川の合流点に面しており、かつて水車があったことが証明されている。ベルムバッハはビリンボックという表記で1253年に初めて記録されている。ベルムバッハの住民は農業の他に工業にも従事していた。 ベルムバフハシク内の行動における採掘は1914年に終了した。強行系レスティノス産戦による1196年の所領の確認がドロンマースハウゼンの文献上の書室である。1666年に作油水車の存在が証明されており、周辺地域から算出した鉄鉱石を精錬するための航路が1679年に記述されている。 ガウデルンバッハ宿は1325年にゴーダリンボックという表記で初めて記述されている。この集落はアムトルンケル及びキルヒシュピールシュプバッハに属していた。現在の聖ペトロに建造された礼拝堂は1769年に建設された。この集落の学校は1618年に早くも記録されているが、どれくらい前から存在していたかは不明である。 1863年の大火でガウデルンバッハの68棟の建物が消失した。農業や鉱山のほかに住民たちはガウデルンバッハ大遺跡の採石上労働者として収入を得ていた。1235年の文献に初めてハッスリボックが記録されている。後のハッスルバッハである。この最初の記録の時代、この集落はモンタバウアーにいた。 トリーや選定校の上段ヨハンフォンシュプバッ派の管理下に属していた。ヒルシュハウゼンの福音主義教会ヒルシュハウゼンは1327年に初めて記録され、1466年にエルベスヒューシンという表記がなされている。ヒルシュハウゼンの地区内では多くの赤鉄鋼やカッ鉄鋼の行動が存在した。ラーン地域で最も産出量の多い穴ナもその一つであった。 1763年に27件のヒルシュハウゼンの家族によって建設された八角形の福音主義協会は特筆に値する。ヒルシュハウゼンとドロンマースハウゼンとの間に15世紀及び16世紀半ばまで巡礼地プファンスティールがあった。キルシュホーフェン編式の文献書室は1363年でキルシュシーベンと表記されている。 キルシュホーフェンという表記は1684年からなされている。キルシュホーフェンは1978年から歩行者、専用橋でラーン川対岸のオーデルスバッハ宿と結ばれている。クーバッハ宿はパルルキューバックとして1000年12月27日のオットー三世の文書に初めて登場する。クーバッハ独自の教会は1516年から存在した。 現在のこの地区の教会は1764年に完成した。オーデルスバッハとバルトハウゼンは共にバイルブルクの地区であるが、書出はバイルブルクの906年よりも早い。バルトハウゼンはプリューム修道院院長のゴールダナスブッフに881年に初めて文献に記録されている。そこではマーク、ユーワトサと記述されており、 その集落とカロリング家の森を指している。1960年まで農業と工業が住民の主な収入源であった。ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月31日にそれまで独立した自治体であったアーハウゼン、ベルムバッハ、ドロンマースハウゼン、ガウデルンバッハ、ハッセルバッハ、ヒルシュハウゼン、ヒルシュホーヘン、オーデルスバッハ、 バルトハウゼント・バイルブルクが自由意志に基づき合併し、新たなバイルブルク市が形成された。クーバッハは1974年7月1日に、州法に基づいて合併した。以下のリストは、バイルブルクの属した両方及び行政体を、外観するものである。出典、ヒステリッシュズ・オートスレクシコン・バイルブルクの、カトリック信者は、何十年も前からベーゼリヒのマリアの、 救済巡礼礼拝堂へ巡礼にもお出で、そこで祈りを捧げた。バイルブルク市長者、バイルブルクの市議会は37議席からなる。ヨハネス・ハニッシュは2017年7月1日からバイルブルクの市長を務めている。バイルブルクは以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。バイルブルクとクアットロ・カステラは2002年にはすでに共同で、 有効宣言を行っていた。キレニアとの間で2007年から共同作業が行われている。トルトーナとの間では1964年から2008年8月までの姉妹都市関係を締結していた。第46輸送連隊の参謀中隊との支援協力関係はこの参謀中隊が廃止されたため2012年9月に解消された。 ドイツ連邦軍在京軍人会連合 EEV のラインガウヘッセンナッサウ支部との新たなパートナーシップは2013年9月27日に締結された。バイイルブルク氏の紋章は1906年の思想権1000年を記念して初めて作られた。図柄、青字。円から立つ黒い目地の銀の城塞。大きな四角い強壁、強壁を持ち赤い屋根に、 金色の宝珠をいただく中央の塔、その両側に低い強壁を長部とする塔。いずれの塔にも黒いゴシック様式の窓がある。黒いユり型の留め金具が打ち付けられた扉で閉ざされた円形アーチの入り口に斜めに配置された小立て。小立ては青字で赤い爪や舌で威嚇する金の獅子とその周囲に金の長方形が散りばめられている。解説、この紋章は、 青地に城塞が描かれている。三本の京壁を持つ塔の内中央には赤い屋根と、その先端に金の宝珠をいただいている。黒い金具が打ち付けられた、閉ざされた扉には青い小立が掲げられており、その中にナッサウの獅子が描かれている。原型は、1329年のバイルブルク氏の印象である。バイルブルクの死の旗は、長辺沿いに金、青。 白の配色である。この配色は死の紋章に由来する。ヴァイルブルクの死の印象は1327年の文書に初めて現れる。この印象はおそらく1295年に都市圏を獲得したのを契機に制作されたと考えられる。この印象にはシーギルームシビタテスインウィルバックの名がある。印の図柄は2本の同じ高さの墨が描かれ、 その間に戦闘をいただく高い塔がある。紙壁の中央には紋章を掲げた詩紋が描かれていた。この最初の印象の他に、おそらく14世紀末に制作された小さな印象がある。この印象の補充は1650年以前に行われた。この三つの他に現存する詩の印象はもう一つある。最初の印象を元にしたデザインで1905年に制作された。 ヴァイルブルク・アンデア・ラーン氏と、ドイツ連邦軍在京軍人会連合、EV のラインガウヘッセン・ナッサウ支部との援助、協力関係締結に伴い、ヴァイルブルク氏は2013年9月27日に、新しい市の印象が贈呈された。この印象のデザインは、日本の同じ高さの墨塔が描かれ、その間に戦闘をいただく高い塔がある。 紙壁の中央には紋章を掲げた指紋が描かれていた。紋章は上部にスタッド・バイルブルク・エーディー・ラン、下部にデア・バーガーマイスターの文字。バイルブルク城、バイルブルク城は1935年から博物館となっており、ガイド付きツアーのみが見学することができる。上館の旧事務旨には、バイルブルク市の工業及び都市博物館が入居している。この博物館は、 1200平方メートル以上の展示スペースを有している。展示されているのは都市の歴史を物語る文物やバイルブルク及びその周辺の工業の伝統に関する展示品である。1972年から存在する。したがって、ヘッセン州で最も古い工業博物館のためにシュロスベルクに長さ200メートルの見学用行動が設けられており、 工業用機械の現物が展示されている。2008年5月から博物館の一角に約100点の中国の切り絵作品も展示されている。こうした芸術作品の展示は中国以外ではそれまで世界的に稀であった。ガウデルウンバフハシ区にはドイツ建設機械イコール模型博物館がある。この博物館は1989年に建設業者 バルター・ファイケルトによって設立された。ここには約1200点の建設機械や建設現場の模型が展示されている。ローゼンハング美術館は2017年に現代、美術の美術館として2017年に開館した。創設者、ヨアヒム・レグナーのコレクションを中心とした、この美術館はアーホイザー・ベークの古いブルワリーの建物に入居している。 バイルブルク上巻コンサートは1973年から行われているクラシック音楽を中心としたコンサートシリーズで上巻内、上巻協会、上巻のルネサンス庭園で開催される。この催しは毎年夏に開かれる。バイルブルクのキルメスは証明できる限りでは1569年から始まった。この祭りには古くから続いている多くの習慣がある。 キルメスの運営は、1813年に創設された、バイルブルガー・ビュルガー・ガルデであり、これ以後伝統的なバイルブルクのキルメスの実施は、その手に委ねられている。バイルブルクは長年にわたって、ナッサウ・バイルブルク家の宮廷都市であり、行政機関の所在地であった。その建物は、現在に至るまでない市街の都市景観を、決定づけている。 最も重要な建物が14世紀に建設された上館である。上館は16世紀と18世紀に改築された。ケルンシュロスと呼ばれるルネサンス様式の部分は、ヘッセン州で最も保存状態の良好なルネサンス上館の一つに数えられる。ヨハン・エルンスト・フォン・ナッサウ・バイルブルクの下で行われたバロック様式の拡張工事後、この城は、 旧市街のほぼ半分を占めることとなった。18世紀初めに建設された福音主義の上官教会も上官に含まれる。ネプチューンの泉、ネプチューンの泉を含む丸くと広場添いの建物や旧市街の建物も上官と同時代に建設された。この他に16世紀から19世紀に建設された木組の家が残されている。旧墓地には エルサレムの墳墓協会を模したカルバリ農家及び聖墳墓,墓礼拝堂がある。1958年にカトリック協会によって旧墓地のすぐ近くにカンパニーレを持つ聖十字架協会が建設された。建築家はビースバーデンのパウリオハンブロワーであった。見どころはガラス芸術家ヨハネスベークによるステンドグラスである。右側には旧約聖書。 左側には新約聖書の場面が描かれている。ギムナジウムフィリッピヌム・バイルブルクのために18世紀にマウアー通りに立派な建物が建設された。現在この建物にはバイルブルク看護学校、軍及び私立図書館、オフィスや教会のスペースがある。向かいに立つコメディエンバウは1810年に宮廷劇場として建設され1879年に 学校での使用を目的に改築された。この建物には現在、レストランが入居しており、かつての劇場ホールは市議会の議場として利用されている。19世紀に、地域は中世の都市の境界を越えて大きく拡大した。リムブルガー通り、バーンホーフ通り、フランクフルター通りには多くの半築の建物が建設された。特に、 バーンホーフ通り沿いには密集したファサードの家並みが形成された。ハインアレン一番地の建物はこの種の建造物としてドイツで最も高い建物である。トンネルアンサンブル地図。ラーン側の蛇行部分をショートカットする形で3本のトンネルが平行に設けられている。この街には世界でも稀なバイルブルクのトンネルアンサンブルがある。ここには自動車トンネル。 船舶トンネル、鉄道トンネルが並行して存在している。特に1847年に開通した船舶トンネルはドイツで唯一の建造物である。このアンサンブルの最も新しいトンネルは2004年に供用開始となったヴァイルブルクバイパス道路のミュールベルクトンネルである。ドロンマースハウゼン地区の近くにヨハネ騎士団の旧機宿舎及び 我らが聖母及び聖ヨハネ巡礼教会がある。この教会の最初の文献記録は1461年になされている。寄宿舎は1471年からは、ブッツバッハ近郊のニーダーバイゼル騎士修道会管区、1482年からフランケンベルク近郊のビーゼンフェルト騎士、修道会管区及びビンドゥンエン騎士修道会管区の会に置かれていた。 宗教改革に伴い、この小さな修道院は1539年に放棄された。バイルブルク上官庭園、バイルブルク上官は上官庭園を備えている。この公園はラーン川沿いにいくつものテーラスを有している。ヒルシュハウゼン区にはバイルブルク動物園がある。もともとはバイルブルク博の狩猟園であった。現在は年間7万人が訪れる。 両重円となっている。空爆端区にはクリスタルヘイレがある。この洞窟の壁の大部分は無数の崩壊石の結晶や石灰粒子物質で占められている。壁の結晶状の付着物はドイツでも類例を見ないものとされている。長さ200メートル、幅23メートル、高さ30メートルのこの洞窟はドイツで訪れることができる最大の 自然地下洞窟空間であるとされている。バイルブルク駅、バイルブルク市には、ランタール鉄道コブレンツ、リムブルク・バイルブルク・ベッツラーギー戦線が通っており、ラインマイン交通連盟に加盟している。1969年まで、バイルブルクは、グレーベン・ビースバッハからのバイルタール鉄道の終点であった。このため、バイルブルク駅には、転車台を備えた機関庫が設けられていた。 バイルタール鉄道が廃止された後、1980年代に、この建物は取り壊された。貨物駅や操車場も、3本の留置線と1本の追い越し線を残して解体された。バイルブルクは、近隣市町村への多くのバス路線の出発点である。バス路線は、駅前の中央乗り合いバスターミナルから出発する。市内には2本の市バス路線は1時間間隔で、 街の重要ポイントを結んでいる。61番路線は、空爆破工業地区と内市街及び、オーデルスバッハ地区を結んでいる。この路線は、月曜日から日曜日まで運行しており、日曜日にはさらに空爆ハのクリスタル兵ーや、バイルブルク動物園まで区間延長して、運行している。月曜日から土曜日までは、62番路線が、内市街とバルトハウゼン市区とを結んでいる。 63番路線は通学時間限定で内市街の学生の交通手段となっている。バイルブルクは以下のバス路線で周辺地域と結ばれている。バイルブルクは連邦道 B49 号線及び B456 号線経由でアウトバーン A3 号線及び A45 号線から、さらにはラインマイン地方から到着することができる。B456 号線は バイルブルクのオーバーラーン橋でラーン川を渡る。この橋は、バイルブルクバイパス道路の一部である。バイルブルクでは、オーバーラーン橋の他に、シュタイネルネ橋とアーホイザー橋の3本の自動車橋と、エルンストヒーンストバッハイコールシュテークという、歩行者専用の橋が、ラーン川にかかっている。バイルブルクは、ビステックセミコンダクターシステムの所在地である。最大の民間雇用主は、 クレーベイコールグループ及びアルノルトイコールグループである。バイルブルクの北部と南部に産業地区があり、小売店が出店している。例えばディスカウントショップ、家具店、電子機器店、食料品マーケットなどがある。郊外のグリューネビーゼを開発することは、同規模の他の都市と同様に、バイルブルク内市外の小売業向け賃貸物件の空室率を上昇させることとなっている。 このため市の委託により、旧市街、マネージャーコンセプトが開発された。その目的は、空室率が50%を超えないようにすることである。さらに歴史的旧市街をショッピングについても魅力的にすることも含まれる。本市は、州市定のルフトクアウォルトである。ラーアン川をカヌーで航行するのはとても人気がある。カヌー、カナディアンカヌー。 カヤックなど様々な種類の貸しボートがあり、時間単位あるいは1日単位で利用することができる。ギムナジウムフィリッピンのムバルブルクは、学研都市として数世紀の伝統を持つ。早くも1231年に神学校の記録があり、1360年には教会付属学校があった。この教会付属学校の後継にあたるのが、1540年10月15日に、 フィリップ3世、フォンナスサウ・バイルブルクによって設立された、福音主義、フライシューレである。バイルブルクで最も古い学校である、ギムナジウム・フィリッピヌムはこのフライシューレを母体としている。バイルブルクの教育施設では、現在8000人以上の児童、生徒が学んでいる。ビルヘルム・クナップ・シューレ・バイルブルク・ハーダマル修立、専門学校、バイルブルクには、以下の学校がある。 バイルブルク区裁判所この町にはバイルブルク区裁判所がある。この区裁判所はリムブルク・アンデアラーン地方裁判所、さらにはフランクフルトアムマインコート地方裁判の会期間に位置づけられている。バイルブルクには救急医療に携わる一般病院である軍立病院がある。この病院はヘッセン病院連合に加盟している。病院のすぐ隣に 専門医療センターがある。付属看護専門学校は、マウアー通りの旧ギムナジウーム内にある。さらにバイルブルク旧市街に診療所がある。ありがとうございます。